どうもこんにちは、タッカーです。 MLB The Show 18 Road to the Show やっていきたいと思います。ということで、前回ですね、レギュラーシーズンがね終わりましたね。で、まあブルージェイズはね、まあ、惜しくも、ポストシーズンに出場することが、まあ、できなかったので、まあ、ここでねシーズンが終了となりました。はい、ということで今回は、まずね今シーズンの、まあ、タッカーの成績だったりとか、まあ、あとはまああれだね、成績をアメリカンリーグの、まあ、成績をざっとこうねこう見ていったりとかしつつ、まあ、日程を進めて、でまあ来シーズンに進めていこうかなと思うんですけど、まあ、前回の動画でも言ったように、もうあの2019年版のね MLB The Show のね発売がもう近いので、今回、もうね一気にもうダーッとね日程をもう進められるところまで進めていきたいなと思います。でまあ、正直ねこう進めてってどういう風になるのかとか全然もう想像もねつかないんですけど、まあ、タッカーの引退までね進められたらなという風に思ってます。でさすがにもちろんね、全部こうなんていうのかな、もう個人的にプレーするのは不可能なので、もう全部こう日程を自動的に進めるというやり方でね、そこまで進められたらなと思います。ということで、まあ、一応まずは順位を簡単に、まあ、振り返りですけどね、はい、ブルージェイズはまあ2位で首位のヤンキースとの16ゲーム差での、まあ、フィニッシュという感じですね。でこれが東地区で、中地区かな、言い方としてはが、まあ、インディアンズが、首位でしたね。でホワイトソックス以降すごいね、これもゲーム差がすごいというか100勝してんのもすごいし、ゲーム差21ゲーム差以上ついててすごいなこれは極端だな、だいぶ。そして西地区がこんな感じで、西地区はねあれでしたね、まあ、エンジェルスが優勝してますけど、アスレチックスとアストロズとね2つ、ワールドカード、出ることが決まったみたいなんで、まあ、今シーズンに関しては西地区非常にすごい混戦って感じだったかな。うん、さあそして、そうですね、でワイルドカードこんな感じで、ブルージェイズがね惜しくも、まあ、その今挙げた2つの、ね、チームに、まあ、惜しくも選ばれず3位、まあ、3位という言い方が正しいか分からないですけどね、っていうところで惜しかったんだよね。もうあと1本ところで、まあ、ワイルドカードの、まあ、候補になれずに、まあ、ポストシーズン出場できずという感じでしたね。そして、今まで、昨シーズン、まあ、今シーズンの途中までっていう言い方が正しいかな、所属していた、まあ、ナショナルリーグの東地区の、一番最初にいた、まあ、元のフルスのフルスって感じ、はい、のブレーブスが今シーズンも優勝を、ね、果たしてますと。で、中地区がブリュワーズですね。うん、まあ、ここはまあどうだろう、結構この東地区は接戦、上3つのチームが比較的接戦的な感じでしたね。ここもまあ上3つが比較的って感じかな。まあまあって言ってもまあね、6ゲームから9ゲーム差ぐらい離されてはいますけどね。で西地区がまあドジャース、ここも結構大差あるな、うんですね、っていう感じでしたね。で、まあ簡単にまあ、タイトルですね、それぞれの、まあ、タイトルというかあれか、それぞれのカテゴリーの、まあ、順位的なところなんですけど、タッカーがまあ最後のね、カードタンパベイレイズとの3連戦で結構あの試合でねヒットを打つことができたんで、最終的に、まあ、打率上げて3割3分7厘で、1位になることができましたね。で2位以降がトラウト、ブライス・ハーパー、フランシスコ・リンドアとか、やっぱりねこうもう来るべき人たちが来てる感じですよね。タイラー・オースティン、そっかタイラー・オースティンタイガースに移籍したんですね。あ、フレディ・フリーマンいましたね。こんな感じですね。あ、元チームメイトのカスティアーノも昨シーズンぐらいからね調子上げてきてましたからね、 今シーズンも3割6厘っていう3割超えでね、フィニッシュでしたね。そしてヒットの数が233本今シーズンタッカー打ちました。確かね昨シーズンがね200何本だったっけな、20何
なんか3本4本とかだったと思うんで、まあ昨シーズンよりはねヒット、多くね打つことができましたね。うん、はい。でこれがまあ打数かな、うん、確か打数打席打数だったかな確か、まあ、これはいいとして、これが二塁打ですね。二塁打は、ボガーツが一番打ってて、まあ、リンドはアルトゥーベ、まあやっぱり足の速い選手とか比較的上に来やすかったりもするかなとも思いますけどね、うん。そして三塁打、まあ、三塁打もそうですね、足の速い選手比較的ね、うん、そうですね。そしてホームランが、タッカーは最終的には71本でしたね、はい。で2位が、ノマールマザラ、まあ、48本でもまあ少なくはないですよね、決してね。お、そして3位がカスティアーノだった。いや、そう考えるとカスティアーノすごい飛躍だな。昨シーズンがこんな感じだったんですよね。そう、32本のホームランで2割9分で、今シーズンが3割6厘で42本。いや、すごいな。スタントンが意外と40本止まりっていうところがねあれですけど、もしかしたら年齢が33歳なんで能力が少しずつ下がってるっていうのが、まあ、少なからず影響はあるのかもしれないですけどね、うん。さあ、そして、まあ、現実世界では、メジャーで何多分史上最高額って言われてたっけで、ナショナルズと契約したブライス・ハーパーですね、まあ、このゲーム内ではねレイズに移籍してますけど、38本という感じになってますね、はい。で打点が、タッカーが207打点、これは昨シーズンを 10打点ぐらい更新したかな、うん。でこれが盗塁ですよ。タッカー76盗塁、もうダントツだよね。2位とだってもう倍以上突き放して、しかも2位の選手も意外にもブルージェイズの選手だったっていうね。ということで、今シーズンはまあこんな感じの、まあ、成績ということで、もう進めちゃいましょう。ワールドシリーズはブリュワーズが勝ったっぽいね。エンジェルスがなんか、ま、ブリュワーズに負けたのかな。さあでは、引退の選手を見ていきましょう。このね下りが長くなっちゃうのでちょっとこれ一人一人見ないでもこのリストだけで、いきたいかな。よっぽど知ってる選手が出てくればちょっと見る程度にして、でもね知ってる選手がそんなに正直多くはないので、まあ、もしかしたら、ね、見てる方からしたらおおこの選手有名だよとかっていう選手もいるかなと思うんだけど、ちょっとそこはねご了承ください。どうかな、もう誰でも知ってるよう なんかビッグネームみたいなのがあれば、パッとはいなさそうですね今のところ。まあ、でも多分いるかもしれないな。本当に知らない選手の方が多いのでまだまだ、どうですかね。結構もうねやっぱ2023年のシーズンなんで、まあ言ってもかなんていうの、架空選手も、ね、多くはなってきてるのも実際なんですよね。おエイジ、あザック・コザートン、あ年齢でも引退かな、うん。あブランドン・クロフォードとかそうですね、うん。ダニーだ、そうだよね、この選手の名前は聞いたことある。大体年齢ってなってる選手は それなりにやっぱり活躍をしてる選手かなっていう気もするんだよね。えリー・ゴードン引退ですか、マジか。あのイチローの、ね、まあ、弟子と言ってもいい、あダラス書いてる、意外だな、結構引退しますね、クワタ、ジェイソン・クワタ、マスミ・クワタじゃなかったな、そっかそっか、意外とかこのフォーフリーエージェントマーケットって、多分ですけど、まあ、毎回言ってるかもしれないけどね、フリーエージェントしてチーム、どこのチームもなんか取らなくてっていう感じでそのまま引退したっていうのが多分それだと思うんですよね。それ一番悲しいよね。まさかの、あそうなんだ、いや、てっきりフューストにまだいるのかと思ってた。普通にいませんでしたね、2023年シーズン。普通にフリーエージェントっていうか、まあ、自由契約になって、多分ね、でそのまま誰も取らずに、そのまま引退っていう。うわ、マジか、35だって、まだ、いや、まだやれたんじゃないのかな、この能力だったら。いや、絶対欲しい球団いたでしょ。あ、たさまもじゃん。あ、この辺ちょっと日本人選手続きましたね。いやー、でも35か。あ、今回は、殿堂入り選手とか特に、まあ、いないですね。いやー。マー君に田澤が引退っていうちょっと早い気がしちゃうけどな。なんかイベント入りそう。お、久々989エージェントジョンさん、前に911エージェントっつってて、いやもうそれそれ単純にあれじゃんって、緊急連絡先じゃんみたいなね、
という感じでしたけど、なんかまあキャッチアップ的な感じですね。電話かけてきてどうみたいな、もういつもこいつ俺になんか俺を気かけてくるなみたいなのが一番上ですね。2番が何かあったかみたいな。でまあちょっとなんか連絡したくってって、まあ、ジョンさん言ってきたんで、そっかみたいな、 OK、まあ、ただ単に OK、 一番上で行こう、攻めよう。あー出た出た、アービトレーションですね。なんかアドバイスしてあげるって言ってんだよね、うん、これでもなんかこのくだり前もあったような気すんだよね。なのでまあ一番下で行こう。あのもうアービトレーションがどういう風に機能するかとかっていうのは分かってるよっていう。あトロントでのまあ状況、いやいいっすよ。あのまあブレーブスからね移籍できたっていうだけでちょっとこう新鮮にもあったしね、まあ、いつの間にかもうダイヤモンドバックスにいたことをねもうなかったことのようになっちゃってますけど、まあちょっとね本来はショートなのにサードでずっと出てるっていうのはな、まあまあ 100% 満足っていうとちょっと そうとも言わないけど、まあまあでもねアメリカンリーグにも惚れたし、うん、うん、一番上でいいかな。Life is good、うん、お、新しいコントラクトのオファー来ましたね。一応見てみようか。これ別にあの受けなくてね全然いいんで、1、10、100、1000万、10万、100万、440万ドルですね。これ多分ね低いはずなんだよ相当。ここで来るね契約のやつは相当低いので、今年の数値って出てないのかどっかで、あーそっかそっか、であればうん、これちなみにクイックメニューで、あなるほどね、コントラクトオファー来たよっていう、440万ドルって出てたじゃないですか。まあ前よりは去年よりは一応上がってはいるんだね。ただ結局はどうだったんだっけ。あそっかそっか、このオファーで蹴ってでなんか無謀なことしたんだよね、今シーズン始まる前に。なんかもういや成績的にはもうアーロン・ジャッジとかもうなんつうのそのスター選手、例えばマイク・トラウト選手とかその辺の選手たちと同等の金額がもらえるだろうっていうことで同じにしてみたら、まあ結果もちろんね330万ドルぐらい、だから最初のオファーよりも下がっちゃってんだよねそうなんだよ、そもそもそっからのスタートだったからね今シーズンで。まあ一応上がりましたと、上がったけどまあこれは蹴ります、蹴るから進めよう。アビトレーションをブルージェイズがオファーしてきましたね。まあ、コントラクトのさっきのね、契約切った、蹴ったんでね。うん、で、OK。これはいいね。さあ、来た。アービトレーション。これはね、ね、そうですね。さすがにこれはやっぱり、うん、大台行こう。うん。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万ドル、 10億でいいのかな、計算合ってるかな、うん、多分そんな感じだと思う。行こう。イエス、サブミットされましたと。で2月に結果が出るんだよね。そう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 なんですよ。なのでそこまで進めましょう。あーびっくりした、スプリングトレーニングが始まったよと。でえ、待って、アービトレーション今なんか勝ったって左右上出てなかった。アービトレーションオファーしました。おー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 、2024年のシーズンめっちゃ上がったじゃん給料。そうなんだよ、これがあるからねアービトレーション絶対やった方がいいんですよね。すごいな、めっちゃサラリー上がったじゃん。これこことかに出てんのかな、ここじゃないのか。
あ、そうだそうだ、今のところでこっちだね、こっちこっち見ると、そうそうそう、10ミリオンでいいのかな、これ表記的には。いやー、大台乗ったね。ほほほほー、多分1,2,3,4,5,6、 そうなんですよ、MLB でね6年プレイしないとなんかこう金額をめちゃめちゃ釣り上げることが確かできないんだよね。そのアービトレーションっていうのの枠に多分はま収まっちゃうと思うので、本来はこの年が終わると多分いろいろもっとお金もうバーンって引き上げることも確かできるはずなので、まあ、そこを超えるとね、もっとね、面白くなってくるのかなと思うんですけど、はい、これはもうがっつり、進めましょう。これどういう進め方がいいかな。これで、ほう。え、もう進んだ？おほほほ、来ちゃったね。OK、じゃあこれで、シミュレーションシーズンでいいのかな？これでシーズン全部いくんかな？選ぶということはどうなんだ、ちょっと選んでみましょうか。あ、行くわ、めっちゃ勝手に行く。あ、そういうことね、練習指示はするんだ自分で。練習指示っていうか、これはトレーニングは自分でやるんだね。このくだりいらねえだろこれどうなんだ、まあ一回地道に行くか。とりあえずこれは、もっといい進め方があるような気もするけどね。どこかな。上の方見てるとタッカーの成績がね、一回一回こうやっぱ変わっていくのは分かるので、まあでも打率ちょっともう下がってきちゃってたからな。早速989エージェントジョンさんからまた連絡が来ましたね。あー、打点がもうすでにたくさんあるじゃないかタッカーと。なんかまあ褒めてくれてる感じですね。うん、まあ一番上でいいかな。うん、とりあえずありがとうみたいな、褒めてくれてるんでね。特になんかあるかってことなんて大丈夫ですね。はい、ということで、2024年の、ね、シーズンが、ひとまずこれで終わりましたね。はい、もう自動的にねオートで全部進めてみたんですけど、簡単にタッカーの、成績をちょっとここで見ようかな。全然だな、どこにいるんだろう。だいぶ下だからちょっとこっち行こう。ホームランは、あっちゃー、40本。いや下がったね。2割7分9厘で40本、105打点18盗塁。でも意外と盗塁するんだ、ちょっとそれ意外だな。これが多分本来の、まあ今持ってる能力のまあで打てる範囲の記録なのかな。なるほどね。よし、じゃあこれ引き続き進めていきましょう。
お、今回はでもあれだね、6年経ったからかな、フリーエージェントマーケットに行けるっぽいのかな。ハッシュダイプレイヤー聞いてみましょうか。まあやっぱり大きい契約したいですからね。これでいこう。なんかいろいろ書いてあるけど、おー初めてか、これフリーエージェントになりますね。お、オファー来ました。どっからだろう。おー、ダイヤモンドバックスから。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。え、7年契約やばしかもフルスじゃんダイヤモンドバックス7年契約来たね。前が1年でこれだったんで、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1000万、大体1000万ドルで、これが今回9300万ドルで7年間なんで、大体10 1300万ドルぐらい、もうちょいあるかな、まあ、大体それぐらいがまあ1年間のまあ数字。まあもちろんやっぱりあの結果はね、あの前のシーズンから比べると全然残せてないですけど、やっぱりオファーはいいオファーですね。まあでもね、蹴るけどね。お、オファー来てますよ。おお、やばインディアンズ、あでも9年間か、すごい。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億2690万ドルで9年間。ほー、いやーすごいね。インディアンスか、いやなかなか来ないっすね。なんか、お、またオファー、今度はナショナルズ8年で、大体でもここなんか同じぐらいな気するな。うん、8年間なので、だいたい1600万ドルぐらい、もうちょいかな、だいたいそんなもんか。結構やっぱ来ますねオファー。あ、インディアンズがあのオファーをあれだったね、オファーをなんていうの、取り除いたね。レッズ7年間。うわー、そうか、なるほどね。これやっぱり取らないと、やっぱ待ってるとずっとはこのオファーはやっぱり居続けないというかね、いつかやっぱり決めないといけないんでしょうね。レッツもオファーを退けたね。あれ、レッツオファーまたしてきてるけど、さっきの退けてこっちにしてきたって感じで、またレッツがなんかオファー取り除いてきて、お、いや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 、どんだけやん。何この、何この3つで決める感じになっちゃうんかな。でもまださ12月だしね、ちょっとここは少しゆっくり進めていきたい。レッツなんかさ取り下げばっかして、お、ヒューストン来ましたよ。8年で、あ、でもちょっとあれか、ナショナルズよりは低いですね。なるほど。もうちょい粘ろう。あ、ナショナルズが取り下げちゃった。まずいなあ、ジャイアンツが。アストロズも下げちゃって、ジャイアンツ。ジャイアンツか。なるほどね。いや、もうちょい粘ろう。うわ、下がってきてね、もうちょっとこれマジか。これ早く取った方がいいのかな。あ、まずいね、これ下がってきちゃってるので、どうしよう。ダイヤモンドバックスに行くかジャイアンツに行くかって感じかな、この感じだと。ダイヤモンドバックスはすごいね、オファー取り下げないですね、なかなか。なんかだんだん限られてきたな、オファーが。ん？そういうことになるの？トライアウト。あ、そうなの。
マジか。じゃあちょっとせっかくなんで、ヤンキース行こうかな。でこれどうするの。なんかすっげーメールが届いてるっぽいんだけど、あ、そっかそっか、全部これね、いろんなオファーが来たやつで、どうするのが正解なのかな。あ、これヤンキースに来てんのか。あ、そういうこと招待選手的な感じもしかして。あ、なんだ、じゃあ、ちょっと待ってね、本当はこれシミュレーションでバンバン進めたかったんだけど、どういう状況になってんのこれは。はあ、コントラクトはないけど、やっぱりでも招待選手っていうくくりなんだろうな、多分な。ちょっとこれなんか途中まで進めてみますか、この辺ぐらいまで。これどうなんだ、これ進めるか、ここまで。お、ヤンキースから来ましたね。いいんじゃないこれで行きましょう。あ、これ上げられるけど、まあいいよねこれで。うん、 OKOK。 さあヤンキース来ちゃいましたよ、正式に。Yeah.
dedicated career ends where it began, with a call from one of this player's first